こんにちは、おさじまです。今日はオードリー・ヘップバーンに学ぶ大切にされる人の共通点について仏教的にこの流れでお話しいたします今オードリー・ヘップバーンのドキュメンタリー映画が上映されておりますけどもヘップバーンで一番有名なのはやはりローマの休日だと思いますねこれでいきなりアカデミー主演女優賞を受賞しています後に最も偉大な女優50選で ベスト3の一人に入っています。そして後半生はユニセフ親善大使として活躍をいたしました。そのユニセフでの活動について国連の報道写真家はこう語っています。体中にハエがたかった子供たちにしばしば出会ったが、彼女は嫌な顔一つせず彼らを抱きしめた。そんな光景を私は今まで見たことがなかった。他の人間は躊躇した。しかし彼女は全く気にせずに手を差し伸べた。 こう感動的に語っておりますまた時の試練で磨かれる美という詩が有名でありますこれ非常に感動的なんですねそしてもうヘップバーンの人生そのものが収まっているようなそういう言葉でありますのでその詩を読んでみたいと思います魅力的な唇になるために優しい言葉を話しなさい愛らしい目を持つために人の良いところを探しなさい お腹を空かせた人に食べ物を分けてあげれば体はほっそりするよ。一日一回子供が指ですいてくれれば髪は艶やかになる。決して一人で歩いてはいないことを知っていれば弾んだ足取りで歩けるはず。お前の未来のために伝統を残しておこう。愛情を込めた人の優しい慈しみは決して 失われることがない物は壊れたらおしまいだけど人は転んでも立ち上がり失敗してもやり直し生まれ変わり前を向いて何回でも何回でも何回でも新たに始めることができるどんな人も拒絶してはいけないよ助けが欲しい時必ず誰かが手を差し伸べてくれることを覚えておきなさい。 大きくなればきっと自分にも二つの手があることを発見するだろう。一つの手は自分を支えるため。もう一つの手は誰かを助けるため。お前の素晴らしき日々はこれから始まる。どうかたくさんの素晴らしき日々を味わえるように。こういう素晴らしい詩を晩年よく子供たちや親しい人に読み聞かせたと言います。 ではなぜ女優として大成功したヘップバーンは後半生そのような人生を歩むことになったのでしょうか。そのことについて2元目にお話をいたしますが、その理由は彼女の幼少時代に遡ります。ヘップバーンが6歳の時、母親と自分を残してお父さんが家を出て行ってしまったんですね。それでヘップバーンはもう自分をお父さんに捨てられてしまったという深い心の傷を これ生涯持ち続けけるわけですそしてまたお母さんも泣き続けるばかりしかもお母さん非常に厳しくてですねヘップバーンは自分の顔がずっと醜い顔だと思い続けていたそうなんですねこのように親の愛情を深く求めながらも十分に得られることがなかったわけなんですねそして空爆を避けるためにイギリスからオランダへとこう逃げるんですけどもしかしそのオランダもまた戦争に巻き込まれてしまいます そこでもう貧しく不自由な、彼女の言葉で言えば、牢獄のような生活を送るわけです。そんな中、ユニセフの支援を彼女は受けたわけです。その時食べたチョコレートの味がもう生涯忘れられなかったと。このようにも語っていますね。そして戦争が終わって、いろいろな小さい役割をやるんですけども、このローマの休日に大抜擢されまして、最初にも話しましたように、 世界的な女優として脚光を浴び、いきなりアカデミー主演女優賞を受賞したわけです。その受賞の理由がですね、こうなんですね。演技は知るわと。でも、自らが体験した人生での悲しみ、苦しみを演技に生かし、人々を共感させた。こう評価されたわけです。つまり家庭環境やら、戦術中における牢獄のような日々。 その苦しししみみ悲を演技に生かしたわけなんですね、まあ、ローマの休日ってね、イメージ的にはなんか活発で明るくて楽しいっていうイメージですけど、やはり最後の方でね、楽しいローマの休日も終わって、そして元の生活に戻らねばならないと、この悲しみ、苦しみというものがですね、見事に演じられていたわけなんです。このようにヘップバンは幼少の頃、十分に愛情を得られなかったり、 戦争で大変苦しい辛い日々を送ったわけですけども、それでいじけてしまわずに、屈してしまわずに、それをエネルギーに変えていった。愛情へと変えていった。ここが素晴らしい。そしてそれがもう多くの人に愛される大きな理由なんですね。ヘップバーンの長男はこう語っています。母はいつも自分に欠陥があると感じていたようだが、そんな心の傷を愛に変化させたんだと。 もうこれがね、もうすべてを語ってるが如くなんですね。様々なこの傷を単なる苦しみに折らせず、それを愛情に、人々の幸せのためにと、エネルギーに変えていった。愛の力に変えていったわけですね。他の人もこう語ってますね。彼女は得られなかった愛を愛するという声に変えた。だから今でもあんなに愛されるのだと思う。いろんな人がこう証言しています。そして、 恋人、ウォルダースの紹介で戦争体験について語ったオードリーを当時のユニセフ事務局長がユニセフの親善大使にスカウトするんですね。この親善大使というのはもう非常に責任重大ですからね、これを受けるかどうかということでヘップマンは悩んだそうです。その時にこのウォルダースが君の今までの人生はこの仕事、いわゆるユニセフでの活動ができるかどうかの オーディションだったんだ。そろそろ正式なものにしたらどうだいこう爽やかに提案したんですね。つまり女優として活動してきた。それはこれから多くの人をね、助けるためのオーディションのようなもんだったんだ。それに君は合格したんだ。選ばれたんだ。そのオファーを受けるべきでないかこれからが本当の君の人生でないかこう言ったわけなんですね。そして、 ヘップバーンは1988年にユニセフ親善大使に就任し世界十数カ国をめぐって子供たちの声なき声を代弁し続けたわけなんです。そして後にこう語っています。戦争が終わった時私は重度の栄養失調だった。私の人生はその頃の記憶で形作られている。あの苦しい時代が教えてくれた一番大切なことは どんな悲惨な状況でも人は助け合えるということ。悲惨であればあるほど互いが必要になる。女優という仕事が私に特別なものをくれたとしたら、この声を残してくれたこと。今も私に興味を持つ人がいることを子供たちのために生かすことができる。人道とは人を幸福にすること。 苦しみから救うこと。諦めることは許されません。お金と時間をかけて数百万人の子供を救わねばならないのです。世界が一つになるのが私の夢です。こう語っているわけなんですね。ちなみにこの写真は有名なトルストへの小説、戦争と平和を、ね、映画化したその時のものです。 このようにヘップバーンはユニセフ親善大使としても大変な貢献をしましてアメリカの民間人としては最高といわれる大統領自由勲章を受賞したんですね。そしてその1ヶ月後に63歳で亡くなりました。生涯人々を幸せにしたいというそういう心からの活動で一生を終えたのです。いえ、死んでからもですね、ヘップバーンは 貢献を続けています。2006年、ティファニーで朝食をのドレスがオークションにかけられまして、予想としてはね、7万ポンドだったんですけども、実際はその7倍近い46万7200ポンド、日本円にすれば約1億円で落札されたんですね。これはマリリン・モンローの有名な服よりも高額だったんです。 そしてこのヘップバーのドレスの収益金は、インドの恵まれない子供たちを救済するチャリティー基金に寄付されたんですね。その基金の責任者は、こう語っています。私は涙を禁じ得ません。伝説的とも言える女優が着用した衣装が、世界中の貧しい子供たちが通える学校を建てられる資金になるとは、本当に信じられない気持ちです。と感動いっぱい。 感謝の念を伝えていますですから大切なのは自分の年収が何億円だとかいうこと以上に何のために今日の命を使ったか時間を能力をお金を使ったかそちらの方がより大切ではないでしょうかもちろんヘップバーン自身が言ってたように自分自身が女優であったそれで成功したおかげで多くの人により貢献することができた生かすことができた ですから、自分が成功すること、これが悪いことではもちろんないんですね。それはとても素晴らしいことです。しかし、その成功を何に生かすかはもっと大事だということなんですね。私たちが得たものを、どう多くの人に貢献できるか、より多くの人を幸せにできるか、これが大切だということなんですね。ですから、ヘップバンの話を聞いてね、いやー、やっぱりヘップバンすごいな、違うな、と単なる 偉人の物語で終わらせるのではなくて私たちもまた私たちなりの幸せの物語を紡ぐことができるわけなんです。ですから、私たちもそのヘップバーンの精神を受け継ぎ、できることからやっていくことが大切ではないでしょうか。そしてその時には、その精神というもの、ヘッブバーン個人のお話ではなくて、もっと普遍的なものとして理解して、それを自分のものにするということが、 大事なんですね。そのことを3件目にお話しいたします。途中紹介しました、ペップバーンがですね、愛称しました詩の一節に、このような言葉がありました。一つの手は自分を支えるため。もう一つの手は誰かを助けるため。ここにね、普遍的な真理が込められてるんですね。それは何かというと、大乗仏教の菩薩の精神なんです。 大乗仏教の菩薩の精神というのは、自リリタであります。利他というのは、倒りする。人を幸せにするということ。自利というのは、自分が幸せになるということ。人を幸せにするまんまが自分の幸せとなる。自分が幸せになるまんまが人を幸せにすることができる。自利のまんまが利他。利他のまんまが自利。これが自利、利他。大乗仏教の菩薩の精神なんですね。また、こうも彼女は語ってましたね。 魅力的な唇になるために優しい言葉を話しなさい。愛らしい目を持つために人の良いところを探しなさい。まさに人を幸せにするまんまが自分が幸せになれますよという言葉ですよね。とにかく自分さえ美しければいいんだ、ね。自分さえ得すればいいんだ。じゃなくて、相手が幸せになる言葉を使う。相手の良いところを見つける。そういう人のことを考える。人の幸せの 少しでも役に立とうとする。この気持ちが自分を幸せにし、自分を成長させるということなんです。そして、人道とは人を幸せにすること、そして苦しみから救うこと。世界が一つになるのが私の夢ですと語ってましたけども、私たちもまたですね、人の道としまして、一人でも多くの人を幸せにする。一人でも多くの人の苦しみをね、少しでも軽減できるようにしていくこと。これが 素晴らしいことであり今なおね、戦争が続いて大変悲しいことですけども、やはり一人一人の、ね、種まきによって世界が一つになる。そういう願いを持った人が一人でも増えていくことが大切だと思います。そのために、今日は新しいことをすることももちろん選択なんですけども、それだけは選択じゃないんですね。実は、昨日と同じ惰性の日々を送るのも、これも実は選択なんですよ。 もちろんね、よし、今日も脱世の日々を送るぞ、みたいな。こんな選択はね、しませんけども。今日ね、別の選択もできるんですよ。これはもう仮にですよ。みんなが脱世の日々を送ってるって言ってるわけじゃないですよ。もし自分が脱世の日々を送ってるなと感じるなら、不平不満の日々を送ってるなと感じたならば、今日もまた同じことを繰り返す。それも自分自身が選んだことでありますし、もうこれじゃダメだと。 できることから変えていこう。やれることからやっていこう。昨日入れも少しでもね、一歩でも半歩でも向上しよう。変えていこう。こういう選択ができるわけですから。別にちょっとしたことでもいいですよ。コンビニでも行けばね、募金ができるようになんか置いてますよね。そこに一円玉でいいですよ。一円で何が変わるかいと思われるかもしれませんけども、0と1は全然違うんですね。少なくとも自分の気持ちは変わる。 ちょっとしたことでも良いことをしようというね。ちょっとしたことでも役に立とうという心が芽生えるんですよ。一円からですよ。それは今日選択できるんです。昨日は一円も入れなかったかもしれない。だけど今日一円入れた。そういう選択ができるんですね。そういう行動ができる。それによって少しずつですけども人生が変わっていくんです。いきなり大きいことはなかなかできないんですね。でも小さいことができる。そして一回ちょっと動き出したらですね。 だん,だんととゴゴロゴロとこう動き始めるもんなんですよねまあ、1円ぐらいはいいよ。だけど、今の生活変えるにはね、なかなか大変。勇気がいる。失敗するかもしれない。いや、きっと失敗する。前も失敗したもん。まあ、このように思われるかもしれませんけども、ヘップバーンこう言ってましたね。物は壊れたらおしまいだけど、人は転んでも立ち上がり。失敗してもやり直し、生まれ変わり。 前を向いて何回でも何回でも何回でも新たに始めることができる。本当そうなんですね。まあ、失敗なんか折り込み済みですよ。一発でうまくいくことなんてね、まずないんです。無傷で何でもしようとするから動けないんですよ。何かを得るときにね、無傷でよなんていうね、虫のいいことを考えちゃいけない。それなりの苦労はつきもの。それなりの失敗は 当然なんですよねだから、転んでもいいからやる。転んだら立ち上がればいいし、1回失敗すれば2回やればいい。2回失敗すれば3回やればいい。本当に自分が大切だと思うことをね、チャレンジせずに一生あるなんてもったいない。できることからやればいいんです、今日から。もし今の生活に満足してないなら、昨日と同じ日々を送るっていう選択をしちゃいけないわけですよ。違う選択をできる。 その第一歩がね、大きな二歩三歩となり、十10歩百100歩千歩となっていくわけなんです。そしてまたね、ヘップバーンに対してこのように言っていた人がありました。彼女は愛する力を持っていた。世界中の子供を愛し、自分自身の子供もも愛した。そして人生の最後に、自分自身を愛した。このように、人々にね、貢献する人、今度はね、その人に、 見落とされがちなものは、自分自身を愛するってことなんですね。自分自身を大切にする。それを忘れて、つい自己犠牲、自己犠牲で、無理しちゃって倒れてしまう。結局、人も幸せにできないっていう、こういうことがあるわけですね。最近、自分を愛すること、西洋ではセルフコンパッションって言いますけどね。自分自身を癒す。自分自身を大切にするということ。これもすごく大事なんです。 ジリのまんまがリタですからね。自分がもう疲れ果ててね、倒れてて人を救うこともできない。まず自分の心身を整えてね、自分が幸せになるってものすごく大切なことなんですよ。このようにですね、ジリータを実践する人は人から必ず大切にされますね。別にヘップファンのようなね、すごい女優にならなくても、大金持ちにならなくても、ジリータを実践していたならば、必ず人から 大切にされるということであります実際あなたもそういった人を大切にしたいなと思いますよねそれと同じなんですまたヘップワンは肉体の上だけでなく魂の上があることを知ったとこう語ってますねもちろん飢餓で苦しんでるまあ、これも大変なんですけどもじゃあ衣食住が満たされたらみんな幸せかっていうと残念ながらそうでないんですね 難民生活の人たちに比べたら、この日本は非常に恵まれてるんですけども、悲しいかな、自殺者が絶えない。いろいろな心の病にかかる人も決して少なくありません。ここにさらに大きな、また深い問題があるわけです。もちろん、もう食べるものがないという人にはね、まず生きなければなりませんから、いろいろな支援をすることが大事ですし、心身がもうボロボロではね、先ほど言ったように、自他ともに倒れてしまいますから、 そういった基本的な衣食住を満たす。そういうことは大切なんですけども、それでもなおかつ、ここの奥底にある苦しみっていうのがあるんです。それは贅沢病じゃないんです。魂の上というものをみんな抱えてるんですよ。仏教というのはその魂の上を救う。そういう教えなんですね。ですから、自理理だとお話し,しましたけども、さらに言うとね、自信狂言心の教えだと言えます。自信の心というのはですね、 自ら、信行という人間に生まれてよかったという幸せになるということです。そして、人に教えて、その信行のみ、信行のね、人間生まれてよかったという幸せを伝える。これが自信共認心。ジリリタは、もう日常の生活から優しい言葉をかけるとかね、笑顔をするとか、ちょっと飴玉を施すとか、まあそういうのも全部含まれますけどね。いわゆる肉体の上と言いますかね、肉体の苦しみを やらげる。肉体の幸せを与える。これももちろん大事なんですけども、最後はね、自信共鳴心。この魂の上、魂の苦しみを解決し、生命の管理、心からの喜び、幸せを届ける。これが究極のところであこれを教えたのが仏教、浄土真宗ということなんです。このチャンネルは、ジリータに始まって、最後、自信共鳴心までということで、 おお話しております私の力は微力でも無力ではないという言葉がありますけどもこのようなね YouTube で動画を発信するとそれで何が変わるんだとそんなんじゃ世界は何にも変わらないよと言われるかもしれませんけども確かに影響力は小さいかもしれないしかしそれは無力じゃないんですよ1円でもいい1分でもいい誰かの幸せのためにお金や時間を使ってみるこれが大切なんですね 私は私にできることをさせてあげます。皆さんには皆さんにできることが必ずあるはずです。そして最初は1円でもいい、1分でもいい、小さいところから始める。そしてもし、より大きな志を抱くことができるようになったならば、ぜひ目標を立ててほしい、夢を掲げてほしい、そしてその夢、目標を宣言してみると、より早くその夢がかなう、目標を達成することができると言われます。 しかもそれね、全部自分一人でやんなきゃいけないということはありません。ヘップバーンも言ってましたように、助けが欲しいとき、必ず誰かが手を差し伸べてくれることを覚えておきなさいありましたように。一生懸命頑張ってるとですね、手を差し伸べてくれる人が必ず現れます。私の場合ですと、まず1万人の人に幸せを届けたいと。こういう願いを持っています。こういうね、夢とか目標は 具体的な方がいいと言われますね。その夢は叶ったのやら、果たされたのやらわからないっていう、なんとなーくみたいなものよりも、はっきりね、果たすことができたと、わかる方がいいと言われます。じゃあ、この1万人に幸せを届けるってどういうことかと言いますと、まずはね、このチャンネル1万人の登録の人が増えまして、1万人の人がね、昨日よりもより幸せになっていただく。これが当面の私の夢であります。 もちろんここでね、とどまるつもりはないんですけども、まあ、現在はまだ3,700人ほどでございますので、もっともっと多くの人にね、幸せを届けていきたい。幸せになれる情報を発信していきたいと思っております。これ私一人ではね、とてもできることではありませんので、もしね、こういうちょっとね、面白い動画があるよ、ということを紹介してくれると本当に嬉しく思います。この今日話したジリータについては、 無料メールマガも提供しておりますのでこちらの QR コードや下の概要欄コメント欄からご確認ください今なら人生を変える第三の幸せとそれを小説にしたフライザインという小説のそれぞれ第一章を無料でプレゼントしておりますこの機会にぜひご登録ください今日の内容が少しでも良かったなと思っていただいたら高評価ボタンまた感想や質問もコメント欄でお待ちしています 今日の内容の関連動画はこちらから見ていただくことができます。そしてまた是非ね、チャンネル登録お願いいたします。この丸いところを押しておくとチャンネル登録できます。それではまた。